小泉八雲記念館は、島根県松江市の塩見縄でにある、小泉八雲を記念する松江市立の文学館。指定管理者制度により、参院中央新奉社が2018年4月より、管理、運営している。館入り口で市の落合定三郎と、岸聖一の働きにより、小泉家から寄贈された22点の、原稿を、コレクションの基礎とし、 小泉八雲記念会から寄贈された書籍350冊を加えて八雲と妻の説が明治24年5月から11月までの6ヶ月間新婚生活を過ごした小泉八雲急遽の西隣に山口文造の設計により新築された洋風建築の館を施設として1934年6月に開館した現在の施設は1984年に 和風建築の木造平屋建てに改築されたもので、2016年1月より一時、休館し、増改築工事を経て、同年7月16日にリニューアルをオープンした。収蔵品は、役物遺品、著書、関係図書、資料、妻説の遺品など、約1500点に及ぶ。2016年のリニューアルでは、役物初版本などを新たに加えたほか、 松江市出身の俳優、佐野志郎による会談の朗読を聞くことができるコーナーや学習に利用できる多目的ルームなどが設けられた。2016年4月より、役物彦である小泉本が館長に就任している。小泉役物記念館の設置及び管理に関する条例。松江市。2019年10月27日閲覧。AB。 平成31年度指定管理者制度導入施設一覧表。松江市。2019年10月27日閲覧。小泉薬も記念館指定管理者使用書。松江市。2019年10月27日閲覧。なお、小泉薬も記念館指定管理者使用書には、開設時期は昭和8年11月29日と記載されている。小泉役も記念館。 島根観光ナビ。公益財団法人島根県観光連盟。2019年10月27日閲覧。AB、小泉薬も記念館が、新総会館展示拡充で増改築。産経新聞。産経フォト。株式会社産経デジタル。2019年10月27日閲覧。フロアガイド。小泉薬も記念館公式ホームページ。 2019年10月27日閲覧。これ以上の敵にいないと松江市、小泉役務記念館長に、ハーンのひまごが就任。産経新聞。 https://www.sankei.com/.west/.news/.160401/.wst160401007-n1.html2019 年10月28日閲覧。ありがとうございます。